東急バス、高津営業所。東急バス、高津営業所は、神奈川県川崎市高津区溝の口5丁目14の1に所在する、東急バスの営業所である。営業所の略号は、TA。川崎市高津区、幸井区、中原区、宮前区、多摩区、及び東京都世田谷区を中心とした路線を担当する。東急田園都市線の渋谷駅二子玉川駅。 詐欺沼駅間や JR 南部線の川崎駅武蔵小杉駅、武蔵溝の口駅久じ駅小田急線の向こうが丘遊園駅間と広範囲にわたり運行しており、川崎市内の東急バスの主力路線のほか、東京都内にも路線を持つ。ただし営業所のある高津付近を走るものは少ない。このため下記に掲げるもののほか、営業所と各駅を結ぶ。 出入庫系統が存在する。国道246号の下り車線に面しているが、中央分離帯があり、上り車線からは直接出入庫できない。2007年3月18日、すべての路線を東急トランセに委託し、運用上の東急バス、高津営業所は完全に閉鎖となった。神奈川県内の営業所で、 唯一の東急トランセ管理委託営業所となっている。また敷地内に教育センターを併設し社員教育を行っている。そのため乗務員訓練用に安全運転訓練者、教習者を配置している。日吉営業所に次ぐ神奈川県内第3の営業所として設立。後に延伸開業した田園都市線の沿線輸送をほぼ一点に引き受けていたが、青葉台。 虹が丘両営業所の新設により、現在の営業エリアに落ち着いた。路線図遠隔この2路線は、東急玉川線及び、木犬田線が廃止された、際の代替路線であり、高津営業所を代表する路線である。支部12系統は、玉川線の代替路線であったが、新町一丁目世田間が振動を通過しており、1977年に、新玉川線が開通しても、 旧道経由の渋例1から04系統が廃止されたのに対して、桜新町駅や洋街駅を通らず重複しない区間を持つ道路線は継続となった。東急バス大橋営業所多摩電代替からの出発も三照玉まれ6系統は、木沼線の代替路線である。下りと上りでは、経路が大きく異なるため、循環線のような運用である。下り運用中に乗車し、 上り運用中に降車することも可能。地図上の形としては八の字のルートで運転される。なお、かつては支部12、玉零6の2系統を通して運転した支部13、系統もあり、この振動線に含まれていた。詳細は、東急バス大橋営業所振動線、木沼田線を、参照支部12系統は、日中毎時3本程度で、玉川通りの多路線と比べ本数は少ない。 ただし、東急田園都市線の駅から離れた瀬田、深沢地区を走行するほか、田園都市線では利用できない、東京都シルバーパスが利用できること、この区間で並走する、田園都市線は地下を通る上に朝夕を中心に、非常に混雑することもあり、着席を求めて、東系統を及び並走する、各系統を利用する中距離の乗客もわずかながら存在する。さらに、 電園都市線の輸送障害時には、支部11、支部82系統などとともに振り替え輸送を担うなど、重要性の高い系統である。詳細は、東急電園都市線渋谷駅に起因する問題、及び、東急バス、世帯営業所と泥棋線を参照だまれ A6 系統は、鉄道代替路線という経緯から、始発は5時台と早く、終バスも23時台後半と遅い。また、 23時30分を過ぎても深夜料金は必要ない。新道線専用に配備されたナローノンステップ車を中心に使用車両に関しては制約がないが原則として大型ノンステップ車は旧川崎営業所から引き継いだ川崎市内の路線に優先的に重当させており新道線では重当頻度は少ない。渋1二系統ではワンロマ車が玉0六系統では 中型車が充当される場合もある。なお、渋12の高津営業所発着で、渋谷駅新町一丁目川崎市内間を投資で利用した場合、江原営業所の五反田線と同様、東京、川崎渡り運賃が適用され270円となる。ただし、新町一丁目二子玉川川崎市内を投資で利用する場合は、東京都区内金一運賃で利用でき、 二子玉川から高津営業所の区間は、川崎市内近一運賃となる。そのため、渋谷駅、高津営業所のバス利用時は、乗車及び降車バス停によっては乗務員に降車地を申告しなければならない。ただし、二子玉川、高津営業所間を利用する乗客は、非常に少ない。東急バス江原営業所も丹田線も、三省支部12のうち、渋谷駅前発。 高津営業所業は本数があるものの、高津営業所発渋谷駅前行は6時4分の1本しかない。営業所発着便は渋谷駅業、高津営業所業とも二子玉川駅に乗り入れずに二子玉川から国道246号を直進して二子橋を渡る。玉06の高津営業所発は平日5時22分の1本のみの運行である。二子玉川駅。 高津営業所間の出入庫は支部中に、たま06の送り込みや、たま06の送り出しで改装で行うことが多いが、平日は、恒例2の新平瀬橋発着便で出入庫を行う、運用もある。遠隔溝の口駅と横浜市港北区会にあるカニが、谷を、新作、千年経由で結ぶ路線。終点のカニが、谷は、バスターミナルとなっており、 津奈島駅へ向かう新城線と乗り換え可能なほか、川崎市営バスが川崎駅や武蔵小杉駅などへ発着している。元は溝の口駅付近から末永までの経路が往路と袋で異なり、ヶ谷方向は南部沿線道路を経由して、ゼネラル入り口で南部線の踏切を渡り、ゼネラル正門前を通り、末永交番前交差点で袋と合流して、 末永に達したのに対し、溝の口方向は末永からそのまま直進して、久本を通り、溝の口駅南口を経由してから踏切を渡り、溝の口駅北口で終点となっていた。溝の口駅南口からの久本、新作、千年方面のバスは、川崎市バス港21、溝23、溝25系統の運行によって保管されていた。 大型短弱車使用路線で本数、利用者ともに多い。そのためか定員の多いワンステップバスが充当されがちであるが、時々ノンステップ車も使用される。ただし、かつては新作溝の口駅南口区間便があり、基本的に中型車が使用されることが多かった。なお、2000年3月17日までは、カニガヤ発ゼネラル経由溝の口駅行バスが、 そのまま高津営業所へ入庫していた。新作溝の口駅南口区間便は早朝、ラッシュ時のみ運行していたが、現在では、蟹ガや溝の口駅便に吸収されている。溝の口駅、南口広場共用開始に伴い、2017年1月29日より、発着が往復とも溝の口駅8番乗り場から、溝の口駅南口5番乗り場発着に変更となる、ため、 経路も溝の口駅南口久本末永、蟹ヶ谷で統一され、往路の溝の口駅ゼネラル入り口、末永間は廃止となるとともに、往復とも南部線の踏切を渡ることがなくなった。また同日より、富士見台、末永間に、末永三丁目は指定を新設。高校発営業所業は、途中溝の口駅南口には寄らず、久本の次は高津まで止まらない。 土曜日の夜に一便だけの運転であり、始発停留所も駅を避けていることから、入庫便というよりも免許維持のための便としての色合いが強いと思われる。周辺を走る他のバス路線も含めた、系統図こすぎ、溝の口領域間を区内経由で結ぶ路線である。主体は溝例に系統で、一部区間を除くと日中は、ほぼ10分間隔で、本数は多い。 一部の便は出入庫の関係で、高津駅前、または新平瀬橋発着となる。ミゾレイ3系統は、川崎営業所時代に、川崎市交通局から移譲された。みぞれイ2系統と違うのは、小杉御殿町を通らずに新丸子駅を経由することで、ある。本数は少なく、始発も遅い。新丸子駅付近で一方通行道路を通ることも、あり。 溝の口駅から小杉駅前方向のみの運行であり逆方向への運行はない。溝例に系統とのご乗防止のため、系統番号表示を反転表示としている。また、平日1便のみ、小杉駅前から新城駅前を経由して溝の口駅へ向かうバスもある。この便は、系統番号無表示となっているが、経路は、 川崎市バス港04系統と同一のルートであり、川崎市バスの第3京浜入り口停留所が、東急バスでは、ゼネラル入り口と名称が異なる程度である。このほか、小杉駅前から市営トドロきグランドまでの臨時の直行便がある。トドロき緑地内のトドろき競技場での J リーグサッカー、川崎フロンターレ戦や、トドロき、 アリーナでの川崎市主催の成人式が行われる際に川崎市バス上平間営業所と共同で運行する。小杉折り返し所停留所は2011年7月1日より小杉御店長2丁目に改称された。2012年11月1日よりみぞれに系統の小杉駅前から新平瀬橋便が新設された。平日のみの運行で、 新平瀬橋発小杉駅前駅は朝方、小杉駅前発新平瀬橋駅は夜間に運行される。2014年12月1日に小杉駅東口キャノン玉川事業所の直行便が新設された。平日朝にキャノン玉川事業所行き、夕方に小杉駅東口行きが運行され、土曜、休日は運休する。土手回りと、 遠藤町経由川崎駅から主に、府中街道を走り、下平間、小杉、高津経由で、溝の口に至る路線。幸い区、高津区の JR 南部線と多摩川で挟まれた、エリアへの地域輸送、東芝インフラシステムズ本社事務所、小向井事業所、東芝デバイスソリューション本社、日本デルテクノロジーズ本社、NEC プラットフォームズ高津事業所への通勤輸送、 聖マリアン内科大学東横病院、日本医大武蔵小杉病院、帝京大学溝の口病院などの病院輸送、J1、川崎フロンターレの観客輸送と多彩な役割を持ち、短距離から長距離までの幅広いニーズに応える。旧東京横浜電鉄がバス事業を再開するにあたって1933年に溝の口乗り合い自動車より譲り受けた路線を期限に、 持つ古い路線である。長年にわたり川崎営業所の所管路線であったが、同所廃止に伴い2010年10月1日に、高津営業所に移管、東急トランセ管理委託路線となった。東急バス、川崎営業所川崎線も、山椒小,小杉御店長以南では一部時間帯を除き、おおむね10分間隔で運行しており、車両は大型短弱車で、 ノンステップバスを中心に使用されている。川31の高津駅前、折り返し便と川34は、遺憾時の新設系統。日中時間帯は川33系統が主力で、川31系統は1時間に1から2本、川34系統は平日は、日中時間帯も運行するが、土休日は川33系統の運行時間外となる朝晩のみに運行される。 小杉線の溝例に系統を保管するため、早朝、夜間には川31系統の川崎駅、ラゾーナ広場発で、小杉駅前、バスターミナルに立ち寄る便もある。平日の一部に、東芝コム会事業所の休業日は運休となる便があり、時刻表にその旨を示す注意書きが書かれている。川32系統の小杉折り返し所発着便は2011年6月30日の、 小杉折り返し初廃止に伴って廃止された。ただし、平日の午前中に下平間駅があり、この便のみ、川32系統として残っていたが、2017年3月1日のダイヤ改正で休日夜の一本のみとなり、路線図や時刻表上は川31系統と統合されている。直行、東芝系統は、通勤時間帯は頻発で運行されるが、 日中時間帯は1時間に1から2本ほどである。東芝小向井事業所行きは、川崎駅、ラゾーナ広場を出ると、東芝前まで無停車であるのに対し、川崎駅、ラゾーナ、広場行きは途中、東芝前、小向井交番前、ソリッドスクエア前に停車する。2012年10月15日より、川崎駅、ラゾーナ、広場行きは、 小向会交番前にも停車するようになった。川崎駅、ラゾーナ広場東芝全館は、一般客の利用も可能で、東芝研究開発センター、東芝インフラシステムズ、小向会事業所への通勤輸送のほか近隣住民の利用も見られる。現在の運行形態となったのは1999年だが、東芝への輸送も歴史が長く、東芝通信部門の前身、東京電機が、 小向井工場を発足させた直後の1940年の路線案内にはすでに川崎駅無線前系統の記載がある。小向カ東芝町歴史及び小向井歴史も参照東芝小向井事業所直行便は川崎駅方向のみソリッドスクエア前も停車する。運行開始当初は平日の朝夕のみ運行されていたがしばらくして平日昼間にも1時間に1.2本。 程度運行されるようになった。また、工場の平日以外に操業が実施される際は、臨時便も運行される。この路線は主に東芝社員のために運行が開始された路線のため、日曜日と平日が祝日に当たる日は運行されない。また基本的に平日は月から金としているため、平日に土曜日は含まれず、土曜日に運行される際は臨時便扱いとなる。 この路線は21世紀に入ってから運行が開始され、それまでは川31.3233系統のみであった。一般の乗客に加え、東芝コム会事業所出、基本的には川31.323系統が優先となるため、川31.3233系統が道路混雑状況等で遅延した際は、途中国道1号線を介しての運行となる。 川31.3233系統が遅延した、際のアシスト路線とも言える。その上、路線系統は、直行となされているが、川崎駅、ラゾーナ広場と、東芝コム会事業所を直接行き来していない。杉霊5系統は、JR 横須賀線、湘南新宿ライン、小杉駅から、市民ミュージアムへの美も計り2011年9月1日に、 新設された系統で、日中時間帯に1時間に1本運転される。東急バスの一般路線としては、初の横須賀線小杉駅乗り入れ路線である。このほ他、轟緑地内の轟緑競技場で行われる、サッカー J リーグ川崎フロンターレのホームゲームや、轟緑、アリーナでの川崎主催の成人式が行われる、際には、横須賀線小杉駅から市営轟緑グランドまでの、 臨時の直行便を運行する。この直行便は、新羽営業所の車両で運行することがある。この路線のうち、東芝系統を除いた川崎駅発着便には、土手回りとの故障がある。これは、ソリッドスクエア、妙高寺付近で多摩川の土手沿いを走ることを示すものだが、以前はこの他にも、幸い町回り、新道回りと呼ばれる便があった。幸い町回りは、 明治聖火前から、下平間間で中西祭町、三幸警察署前、西京寺前、三幸小学校前、小向交番前を経営するものであり、新道周りは、同区間で中西祭町、三幸警察署前、西京寺前、三幸小学校前、小向西町を経営するものであった。同じく、川崎駅を発着する、江原営業所の半礼市は、河原町団地前から、 東芝科学館前を別経路で運行するので、遠藤町経由と呼称される。東芝系統も、半礼一と同じ経路で運行している。詳細は、東急バス上原営業所五丹田線及び、川崎市バス上平間営業所小向い線を、参照2007年4月1日より、乗り場が東口から西口北バスターミナルに変更された。 2007年10月1日には川32、川崎駅西口北東芝小向井工場の系統が廃止された。また、毎年8月15日は、多摩川を挟んで対岸の東京都大田区が主催する大田区花火の祭典の開催日で、開催時は川崎側でも観覧客が押し寄せるため、安全を考慮し、東急バス側で運休を行う。なお、 公転の際は中止になるため規制は行われない。運行規制がかかる区間は、川31から33はすべて川崎駅、ラゾーナ広場、土手アパート前。途中まで同じ区間を運行する半位置も、上記同様に区間運休となるが、河原町団地前バス停から折り返して運行が可能で開催中に、付近の路上で進路方向を変え、 花火大会終了後に、沿道町、五丹大駅方面へと折り返し運行を行う。東急バス池上営業所6号線及び、京浜急行バス、羽田営業所6号線も、参照2009年度までは、上記の処置が取られていたが、2010年度は、迂回運行ルートを変更して、交通規制外等時間帯に当たる便には、下記の要領で運行されることになった。 川31.32位は、川崎駅、ラゾーナ広場東芝科学館前溝の口駅、川崎営業所へ。また、蒸気便同様のルートを経由する、半令一五丹田駅行きは、蒸気の迂回運行ルートと同様だが、とて一丁目も含まれ、以降は通常ルートで終点まで運行する。2018年4月1日、川崎駅、西口北のバス停名が、川崎駅、 ラゾーナ広場に解消された。遠隔かつては川崎市バスと共感だったが、2006年5月に東急バス単独運行になった。この路線は大型短弱車、中型車の両方が使用されるが、2008年度に中型車が新たに7台導入されたことから、中型車運用が多数を占めることになり、大型短弱での運用機会が減った。大半が、 ワンスティップバスだが、ごく稀に、ノンスティップバスも充当されることがある。1時間に3本程度の運行である。遠隔かつては、渋十四、向ヶ丘遊園駅二子玉川瀬田渋谷駅の運行だったのが、瀬田渋谷駅を短縮し、瀬田洋川駅に変更。後に、二子玉川瀬田洋川駅を短縮し、二子玉川駅発着に変更。 二子玉川駅から乗車しても川崎市内、均一運賃である。この路線は、基本的に大型短尺車、中型車の両方が使用される。平日に運行される新平瀬橋系統は、新道線の出入港を兼ねている運用のため、ナローノンステップ車やワンドマ車で運行されることもある。平日は、毎時一本あるかないかと本数が、極めて少ない。 と休日の方が本数が多かったが、2020年4月のダイヤ改正で大幅に減便され、平日よりも本数が少なくなった。また同時に運行時間帯が大幅に短縮され、全線投資での運行は日中のみとなっている。年末年始や夏季長期休暇期間中には、平日ダイヤかつ新平瀬橋系統が運休となる、臨時ダイヤが組まれる。 向こ岡丘遊園行き始発便1本と向こ岡丘遊園発の最終便までの2本は高津営業所発着となる路線図園角宮前区役所アクセスのための路線である毎時1本程度平日と休日通じて同じダイヤで運行川崎市バス城11系統と大部分を並行しているため市バスとの共通定期券取扱区間がある 前述の白11系統のほか、奇襲店の野川台付近では、カジ谷ヤサ沼線、野川久末線など、比較的本数の多い複数の路線があり、乗客は少ない。基本的に中型車で運行されるが、稀に大型車で運行される。2009年2月、東急バスから神奈川県生活交通確保対策地域協議会に向け、この路線の体質の意向が示された。 その後、沿線の反対により路線存続が決定されたが、2010年5月1日ダイヤ改正により8時台より早い時間帯のバスは運行されなくなり9時台からの運行となった。2019年10月1日のダイヤ改正により区間便となる宮礼市宮前平駅上野川野川台が廃止された。運行系東図遠隔急行地路線のため運行経路が複雑である。 また、フリー降車区間が存在する。主に運行されているのは詐欺11。詐欺沼駅宮崎台駅は全時間帯道経路で運行するが、宮崎台駅詐欺沼駅は早朝、深夜と日中の運行経路が異なる。また、土橋、グリーンハイツ東間の運行経路は、行き先によって異なるため注意が必要である。朝のラッシュ時間帯には、 宮崎大駅方面の区間便が存在する。詐欺1には、詐欺沼駅地域の宮前区役所アクセス路線。また、詐欺11の詐欺沼駅方面が運行されない、グリーンハイツ中央土橋間の利用者の駅アクセス用路線。1時間に2往復している。区間便のため、最終バス時間が早く、休日には運行されない。詐欺沼駅発は、基本的に、 宮前区役所経由だが、早朝のラッシュ時のみ、宮前区役所を経由しない路線が存在する。フリー公舎区間は、以下の通り、遠隔コミュニティバスの色彩の強い路線である。当初は、水色の虎ノ門病院線専用塗装がなされた、高地型中型車が使用されていた。現在は、小型車、中型車が使用される。なお、 かつては宮崎大駅虎の門病院分院の区間便が存在していたが現在は運行されていない。高速二子玉川線遠隔支部12の深夜急行便的存在。高速とは名乗るものの実際は高速道路は経由しない。そのため座席定員制ではなく立席での乗車も認められている。土曜日も運行する。ワンロマ車が使用される。 臨時増発時や検査時には一般路線車を充当することもある。遠隔東急バスが運行する深夜急行バスで最も新しい路線。渋谷駅を出ると高速道路は経由せずに国道246号線を道なりに進む。満席の場合でも立席での乗車が可能である。高速二子玉川線と同様、土曜日も祝日や年末年始以外は運行する。 この路線も基本的にワンドマシャを使用する。路線バスの定時運行確保のため、途中の道路状況によっては時刻表より総発する場合がある。また、1990年代後半までは出庫系統の時刻表は掲載されていなかった。溝22は蟹ヶ谷溝の口駅間の出入庫路線であり、齢位1は向井川か遊園駅南口かじが駅間の 出入庫路線である。いずれも、無番系統だったのが、本系統に合わせた、系統番号を不番されている。高津営業所宮崎大駅、高津営業所宮前大来駅間の路線もあったが、2010年5月1日ダイヤ改正で、廃止となった。2009年4月1日、虹ヶ丘営業所へ移管。ただし、宮崎小学校詐沼駅の区間便に、 多津営業所の運用が残っている。詳細は、東急バス次が岡営業所梶ヶ谷イ浅木沼線を参照2010年5月1日、ダイヤ改正に伴い、東山電営業所へ移管。詳細は、東急バス東山電営業所野川久杉線を参照多津営業所担当分は、主に東山電営業所から移管されたバスで運行されていた。 川崎営業所廃止に伴う移動により、2010年10月1日に全便を東山田営業所に再移管される。詳細は、東急バス東山田営業所詐欺沼線を参照、主に中型車が充当されていた。詐欺例1、詐欺例2系統が高津営業所所管だった時代には、立教東口詐欺沼駅間を同一経路で改装していた。 詐欺沼駅では、高津営業所業が、当時の詐欺06系統の側代業と同様の一番乗り場からの利用であった。一方、本系統は詐欺01系統スミレが、岡港の四番乗り場からの乗車となっていた。1969年5月の多摩電廃止と同時に代替系統として設定された。当初、高津は、溝の口駅まで行くしぶ4系統のみを担当し、 旧道経由二子玉川園駅止まりの渋礼産、系統は東京都内の大橋営業所が担当した。新玉川線の開通に伴い渋礼産系統は1977年4月15日限りで一旦廃止になるが高津担当の渋礼4は存続となる。その後1979年に二子玉川溝の口間を短縮して渋礼産系統が復活する。しかし、 鉄道と完全に並行する路線を残すのは、非効率という東急電鉄本社の判断により、1982年6月15日限りで、新道線に統合され廃止された。詳細は、東急バス大橋営業所池尻線、洋画線を参照洋画線と同様に、多摩電代対路線として1969年5月11日付で、開設。 木田線沿線から渋谷への直通需要を想定していた。1984年3月16日付で、渋12の全便、渋13の内玉06の出入庫となる便を除いた大半の便が大橋から高津に移管されてきた。渋13は大橋と高津の共管になる。さらに、1988年2月15日限りで、目黒営業所の清水線、 黒03系統が廃止になったため、玉06も大橋と目黒の共感を終了、同時に高津へ移管された。これにより出入庫となる渋十三も全便高津に移管、絹田線は新道線に編入された。その後も渋十三は存続したが、1997年3月16日、限りで廃止。この結果、 二子玉川駅を境にして路線名こそ同じながらも、渋十二系統と玉零六系統に完全に分断された。なお、渋十三廃止後1年間は、利用客への暫定措置として、渋十二玉零六への乗り換え客に対し、乗り継ぎ券を発行していた。詳細は、東急バス大橋営業所新道線、木沼田線及び、東急バス目黒営業所清水線を、 三小級玉川線大体路線の一つとして1969年5月にスタートした。1979年に、瀬田渋谷駅間を短縮の上、洋画駅発着に変更、系統番号も恒例に系統となる。その後、1984年に、二子玉川沿駅発着に短縮されて、現在に至る。戦術の通り、2017年1月29日に、 経路変更により廃止。2019年10月1日のダイヤ改正により廃止された。この路線は東急トランセ直営の路線であり、運用される車両もトランセ直属の車両のみである。日野、三菱不走・イスズ UD トラックスの全4メーカーを配置。対別すると、大型単尺車、ワンロマ車、中型車、東急トランセ直属の契約輸送車が在籍する。 過去には中型ロング車が存在したが、経年のため全車除籍。東京都内の路線と川崎市内の路線で使用される車両が区別されている。かつては都内用に主に抵抗会社が使用されていたが、川崎市内の路線にも使用されるようになり、都内と川崎市内のどちらの路線にも使用される車両もある。所属車両は全90台。日の レインボー HR のみ所属した。都内を走る新道選手部12系統と、玉まれ6系統、高齢2系統の新平瀬橋発着便でしか運用されなかった。ありがとうございます。